ハロー YouTube スポーツ部活チャンネルのジュンタッチです。ですね、今日はですね、僕結構勝間和代さんのコンサルとかやってる方ですね。みんなあんま年配の人しか知らないんですけど、僕より年上の方なんですけど、結構いつもウォッチです。別にメルマガ購読してるわけじゃないんですけど、なんか面白いなと思って、ジェンダーとかもちょっとある方で、で趣味も多いし、スポーツもチャレンジしてたり、感情をねすごい、ね、出す人なんですよ。だそこが魅力だし、天才肌っていうかね、能力ももちろん高いんでしょうけど、すごい頭もいいしね。外資系コンサルとか、その人がね今回言ってたのが、新しいことを始めるとき、チャレンジするときのどうすればいいか判断っていうのに、本当に僕もそれいつも腑に落ちてて、その時の、ね、判断、やめるかやるかとか、どっちを選ぶかとか、特に大きい物事、会社を辞めるとか、恋愛とかね、結婚とか、結局ね、僕もね、勝間さんと同じで、死ぬじゃないですか、僕たちって。だから、棺桶に入って、例えばもう末期がんとか、時に、あれやっとけよかったなって思えるか思えないかで、あ、じゃあやっとこうみたいな、後先なんて考えてもしょうがないんですよ。いつ事故って死ぬかもわかんないし、ね、トンガの間で今こんな時代だから余計いけると思うんですよ。いけるっていうか、もうわかんないじゃん、地球の滅亡とかないかもしれないし、あるかもしれないし、よくわかんないですけど、あとまあにっていうか、日本列島が沈むみたいな、経済とかもそうだし、中国がロシアが侵略してくるかもしれないし、だから何かをやろうという時とか、例えばその今いじめられてる子がいたり、パワハラあったりしたら、さっきの僕のちょっとねヤンキーっぽい言い返すとか、この野郎っつって言った方がいいですよ。別にクビになってもいいじゃないですか、会社なんて。あと恋愛も振られてもいいじゃないですか。自分が棺桶っていうか、死ぬ10秒前の時に、あの時言っときゃよかったって思うの嫌じゃないですか。だってもうこの世からいなくなるんですよ。だからもう言った方がいいし、もっとそのつまんないことに時間を使うのをやめた方がいいし、あとすげえ逆にいい世の中じゃないですか。なんかこう末期感もあるじゃないですか、地震災害、日本なんて特に経済やばい、地震災害、コロナ、医療破綻ね。だから逆にこう何でもできるっていうか、もう別にね、ご飯食べれないって言うけど食べれますよ。別にマックとかコンビニでね、のり弁食ってれば別に死なないじゃないですか。結構栄養が、あとカロリーメイトとか食べりゃいいし、何をそれをそんなにビビってんだって僕は思っちゃう方なんで、なんかわかんないですけど、部屋で猫でニャーってやりたい、それでいいんすか、それでいいっすけど、それがいいっていう人はいいけど、ゲームやっ、でも棺桶入るんですよ。スマホもゲーム入って、棺桶入って、あーゲーム楽しかったですし、そんなつまんなくないですか。手と足、血が通った腕と筋肉とか、あと喋るとか、もっとこう、もっと笑ったり怒ったり楽しんだり、した方がいいと思いますよね。僕ね渋谷駅近いんですよ。新宿も近いし、銀座とか逆にあんま行かないんですよ。高級金ブランドしかない。僕ね、やっぱ渋谷や新宿って嫌いな人も多いかもしれないですけど、僕も大人だってあんま、けどやっぱりね、若い人楽しそうにしてるんですよ。大事、本当に楽しいって大事で、こんな部屋でね引きこもってオンラインとかメタバースとかやんない方がいいっすもん。絶対マジでどうがいいっすもん。だから可愛い子とかいるし、友達もイエーイみたいな。絶対、だって何のための手足ですか、生まれてきたんですか。だからもっと好きなことにチャレンジしたい。ダメ元でいいんですよ。ダメ元で言っちゃえばいい。嫌われてもいいんですよ。もうバンバンガーって掘っていくんですよ。掘っていくの。だからなんかぐちゅぐちゅ考えないで、本当に僕陰口を、
陰口っていうか、なんかこう負け惜しみ全然言った方がいいっすよ。でまた新しいの見つけるみたいな。なんでその若い人ね、その担任に言われたからとか親に言われたからっつってわざわざ東大行って全然関係ない人やっさすとか無差別とか本当無駄だし時間がもったいないんで、だったらもう本当に家出してどっか東京のね都会っていろんな人いるんですよ、全国から寂しい人たちが集まってるんで、そこでよしやりたいんです、僕起業したいんです、東大目指したけど東大に勝つように起業したいんですって、もう事業家のスタートアップのとことかにあるんですよ、無料で東京行って何でもいいからやりたいんですみたいな東大医学部のやつに勝ちたいんです、モテたいんです、美人と芸能人と付き合いたいんですみたいな、そんなんでいいんですよ。でバンバン行った方がいいですよ、そんなもんね、スマホやってね、メタバースとかも別にそれはいいですよ。だったらメタバース作る側にね回るとかね、あと芸能人アイドル可愛いなとかじゃなくて、アイドルと付き合ってやるよと思って、そのアイドルがどういう仕事やってるかって調べて、そこの場所に自分が移動しないとダメですよ。そしたらアイドルと出会うんで、アイドルもたま言っちゃ悪いけど全然気持ち悪いおじさんと結婚したりするじゃないですか、女優とかがだから全然見た目も関係ないし、金持ちだったらそんなこと言ったらね、大企業の社長がアイドルと結婚したりするわけじゃないですか。だからそう、金もそんなにいらなくても、そうやって出会う場所にまず会わないと、そこでっていうとこなんで、なんかその中高生とかもしねこれ見る、わかんないですよ、アーカイブ残しておくんで、あったらとにかく部屋を出ろ、部屋を出るんだ、家を出る、ネットやってもいい、それは電車の通勤通学通勤でやってもいいんだけど、やっぱり彼女を作るとかね、好きな女を追っかけるとかね、そういうそのためにはどうすればいいかみたいなのに、人生棺桶に入る病院で死ぬ寸前に後悔しないように、特に若い時はね動けるんで、大丈夫なんですよ、だからそういう風に時間を使った方がいいし、僕はねやっぱりね、日本って親父やおふくろとかね、家族地元を離れるべきだと思います。ずっと地元にいる人いるでしょ、実家離れないとね何も始まんないです。だって狭い社会でずっといる人たちはもう、あと年取った人も動かないんで、だからとにかく早く、大丈夫です、今東京行けば時給1400円以上のバイトしかないんで、そしたらもう結構稼げるんで、アパートとか住めばいいんですよ、そしたら結構楽しいっすよ。で金持ちいればおごってもらえばいいんで、なんかとにかくそのなんか無差別にわーとかやってあれをの前に飛び出して、今の環境を全部捨てて悩んでる人行った方がいいです。で都会にはネットもいいんだけど、ネットでも出会えるんだけど、東京、ネットって文章力とかね、意外となんかアプローチするのって怖くないですか、メール送ったり僕できるんですけど、だけど直接会ってああみたいな、例えばバイト先に有名企業の社長さんがいて、僕社長になりたいんですけどみたいな、そこで働かせてくださいとか言ったら採用してくれるかもしれないし、若いとねそういうのがあるんで、僕はなんかここに来てそのやっぱり若い人は都会に出てその優秀な人にいっぱい会って刺激を与える、東大行って一流企業行くとか考えずに、まあ東大行ってもいいんですけど、まあその東大を抜くためにはどうすればいいかっていうのは、企業とかまあそういう自分で個人で事業するとかね、まあそういう人いっぱいいるんで、あの行った方がいいですよ。はい、なんで若い人ね本当頑張っ、全然受験でこれ失敗してもいくらでも自分の夢が叶う手段あるんで、受験失敗してもいいんで思い切ってやってくださいね。はい、頑張って、それではバイ。